Do you guys please come on? Yeah. Yeah. You get it? Yeah, but I'm fine. こんにちは。こんにちは。前回のブログでね、次のブログは、なんか秘密っていう感じにしてたんですけど、やっとね休暇ブログがなんとついに私たちはキリンチチチチチチチ旗見えるかな、ね、旗映ってますね。なんかこの色を見てもね、この建物の白と青って感じで、ギリシャバケーションモード入ってるね。もうカッコがこの麦わらがほらドバイで買った、今日はねミロスっていうね小さい、島に来てます。愛ちゃんが調べてくれて、のりこのインスタ見てあお友達だね。そうそうそう、すごい有名な、実は島だったらしくて全然知らなかったんですけど、サントリーニからフェリーで、2時間ぐらいかな、うん、でここに着きました。昨日も早速でもなんだフライングでシーフード食べたけどめっちゃ美味しかった。あ美味しかったね。昨日ねサントリーニで一泊して、うん、ちょっと食事だけした感じだったんですけど、そこの店が美味しかったね。美味しかったね。肉も魚も美味しかったね。マジで美味しかった。でも早速ね有名なビーチに突撃したいと思います。この夏最後の、そして今年初のバケーションを満喫したいと思います、うん、ビーチで、うん、じゃあ、じゃあタクシーを拾って行きましょう。あ、はい、もうあっという間に着きましたけど。着いた。風がすごい。ねえ。帽子気をつけて。うん。あ、じゃあ。飛んでた。飛んでた。来た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 。うわあ。すごいスポットやねここ。はい、こんな感じや。すごいなこれな。風がねすごいですよ。よいしょ。いやー絶景です。なんかね、全然同じように見えるんですけど、全然触った感じとかも違くて、ちょっと向こうの方に行くともっと白い石が増えたりとか、風がなければねドローンとかもう飛ばせたかなと思ったんですけど、飛ばしても多分
着陸できないと思うんで流されて、みんな夏の最後楽しんでますね。あ、じゃあどう、少し落ち着いた？向こうの方行ってたよ。あ、綺麗綺麗、全然綺麗。まあ、もうそろそろ帰る時間が、見に行きたい。行こうか。Thank you。よっしゃあ、あっという間帰ってきました。バスで 1.8 ユーロ。今から何ですか？ショッピングですか？ハッピーアワー6ユーロ。おお、カクテル、うまい。行くかい？ん？ハッピーアワー行く。お腹空いたっす。いたっす。ユシャゴ？ヤッサス。Hello。ヤッサス。ヤスとも言って、ヤス。ヤス。カリメラ、あ、カリメラ聞いたことある。おはようございます。いや、全然聞いてない。ありがとう、F ハリスト。 F ハリストね、もうこれだけはとりあえず覚えて帰りたい。 F ハリスト関連付けて覚えれへんな、この言葉。なんかラテンとかアラビア語のとか分かる人にはいいのかな。そう、なんかちょっとアラビアっぽく聞こえる時ある。見えんのかな。あー、晩飯来た。もう早くご飯食べたい。なここね、港はね、すぐ目の前なんで、うん、もうシーフードは美味しいの間違いないんで、じゃあ会計していきますか。いっぱいレストランがありますね。ね、うちは早めに食事したんですけど、もう一回ぐらい食べれそう。もう一回フリット食べれそう。絡まり、うん。こんな小道もあるよ、なかなか可愛いね。な、見つけた。おお、おしゃれなエリアね。ちょっと高台になってて、な、夜景とか見えそう。ああ、ナイスナイス。ええやん、ここ。座るか。うん。オッケー。ちょうどね、すぐそこに港があるんですけど、そこから朝フェリーで来てね、いや、ここに着いたんですけど、まあ、なんだかんだで満喫したのかな。なあ、よかった、十分十分。ちょっと風が強くてドローンは飛ばせなかったんですけど、うんうん、風やんだね、やっぱね、夜はやんだって言ってたもんね。この島には村が3つしかないって言ってたもんね。そのうちの1つがここのアダマスで、ビーチが75ぐらいあるって言ったっけ。ミコノスとかも結構ヒドゥンビーチみたいなのもあるしね、うん、僕もそういう感じなのかなっていう、うん、人がきっと少なめ、少ないね、うん、子供が全然いないし、うん、もうヨーロッパ学校始まってるから飛行機も、ね、宿 もうファミリー向けの、うん、なんかぼったくった値段じゃなくていや、ぼったくってるっていうかハイシーズンプライス、ね。はい、美味しいご飯も食べたしね、もう夜も遅いんで、明日に今日はもう備えて、明日に備えて飲みます。早めの出身じゃなくて早めの飲みで、ね、今日はね、うちらね、ここにいたんですけど、アダマスっていうね、ところに行って、サラキニコっていうね、ビーチの先に、白い砂浜のビーチのところに、岩や、あ、白い岩か。でも明日はすぐね、サントリーに戻って、今度はビアって場所、北の方にあるんですけど、夕日が綺麗な、ザ・サントリーの青いドームのやつ、あそこね、教会とかあって、うん、向かいたいと思います。ということで今日は、この辺で、ブログ終わりにして、またじゃあ次回のブログで、次回サントリーに編です。何やったっけ、ありがとう、ギリシャ語で、あ、LLFF ハリスト。F ハリスト。F ハリスト。
OK、せーの。エッハリス。バイバイ。